第5項ですね。コンテストのための栄養学食事編というところで、株式会社リアルスタイルの大林浩成さんに、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介していただきました株式会社リアルスタイルの大林浩成さんにお願いいたします。時間も限られてますので、早速中身の方に移りたいと思います。ありがとうございます。時間が余ればですね、仕事の時間も取らせていただきたいなと思いますので、何か疑問に思っていると思いますので、メモを取っていただいていただければと思います。まず最初にですね、簡単に私の自己紹介させていただければと思います。2016年からですね、ボディービルとフィジークの競技を持っていまして、2018年のキングオブフィジークのクラシックボディービルの方で、グランド優勝させていただきました。そして、2020年はですね、AMMBBF というですね、全日本ナチュラルボディビルディング連盟、ドラッグテストのあるナチュラル団体ですが、そちらの方に移籍をしまして、昨年ですね、その AMMBBF の全日本選手権で優勝させていただきました。ところで、AMMBBF のトップ選手と比べると、全然大した実績もないですけれども、相談のですね、2018年の写真が、仕上がり体重65キロで、下段の方のですね、昨年の大会で仕上がり体重75キロというところで、まあ4年間で、仕上がり体重6キロ増やせましたというところと、まあオフで結構体重が乗ってしまうタイプで結構太りやすいタイプなので、まあそれでもしっかり仕上げることができたというところで、まあ皆さんの参考になるような話は少しでもできればなということで、今回の講義を担当させていただきます。よろしくお願いします。で、食事についてですね、考えていくにあたって、まあ、皆さんですね、PMC バランスですね、何をどれだけ食べたらいいかとか、どんなタイミングで取ったらいいかとか、まあ、そういうことをから、まあ、考える方がいらっしゃるかと思うんですけども、まずですね、そういった数字的なところから見てしまうと、あまりうまくいかない場合が多いです。もうちょっとですね、食事を組み立てていくにあたって、優先順位がありまして、もっとですね、優先順位の高いものからしっかり押されていくという気持ちを持ちつつですね、食事のプランを考えていただく、用意していただくのがおすすめになります。上から順番に大事なものを並べてあるんですけども、一番最初に来るのが継続性ですね。やっぱり続かないものをやっても仕方がないので、しっかりご自身が最後まで続けられる食事内容というのを考えていただきたいというところです。そして次に来るのが三大要素のバランスですね。PFC バランスになります。大会に出ない方であれば、カロリー収支が、その前に来るんですけれども、まあ皆さん大会に出演されると思うので、当然ですね、栄養素の計算をされるかと思うので、三大栄養素のバランスで、カロリー収支ということで、ね、まとめさせていただきました。そしてこの三大栄養素がしっかりできるようになったら次が、美容栄養素の水分になって、ビタミン、ミネラルと水分になっていきます。そしてその次がですね、食事回数、タイミング。で、最後に取るのがサプリメントになります。サプリメントメーカーの人間が言うのも変な話ですけど、やっぱりサプリメントって気休めみたいなものなんで、取って本当にね、効果が出るものなんで、それは薬になってしまうので、あんまりこう期待しすぎないのというところだけは最初にお伝えしておこうかなと思います。で、まあ一つずつですね、もうちょっと細かいお話をさせていただくんですけど、最初の、ね、継続性のところ、どんな効果的な理論でも、やっぱり最後までやりきれなければ、既存のブロンで終わってしまうので、まあ、いろんなトップ選手の方法論なんか、簡単に見れるようになっているので、自分もね、同じようなことをやれば、しっかり成果が出るんじゃないかっていうふうに思われる方、多いかと思うんですけれども、まあ、やっぱりそのトップ選手の方たちね、それなりに、才能もあって、厳しい内容に耐えられるだけの、メンタルですとか、タイムもあって、経験もあっての、今の内容なので、まあ自分がそれを真似して、ちゃんと合わせるのかどうかというところは、冷静に考えていただきたいと思います。そして、まあ減量中、まあ、減量増量問わずですけども、やっぱり不足の事態っていうのは、必ず出てきます。
食事に関することでいくと、やっぱり会食が入ってしまって、食事が乱れてしまったりとか、あとは、ご家庭の仕事とかで、食事も出ますし、そういう時が経験してしまったりとか、そういった付属の事態が、まあ、どういうことをあらかじめ想定した上で、食の事態が来た時に、こういうふうに対応する、プランシーみたいなものを、あらかじめ考えておいてさ、そこの事態が起きたときに慌てずに対処する対処できるようになるので、そういった部分もあらかじめ考えて準備していただくと、危ないんですけど、そしてですね、まあ、この食事に対する取り組み方も、トレーニングのスキルですとか、筋肉量とかですね、やっぱり一朝一夕で改善できるようなことはないです。やっぱり、こう、今まで好き勝手食事してた方がですね、大会出るから頑張ろうと、いきなりですね、ささみと、大学の食事生活できるかっていうと、なかなかそういうわけにはないので、まあ、ご自身にも無理のない範囲で、少しずつですね、良いものに変えていくという意識を持ってやっていただければと思います。やっぱり最初から完璧を目指すぎてしまうと、ストレスが作れてしまう場合もあるので、まあ、そういうことはないので、準備していただければと思います。そして最後なんですけれども、やっぱり自分は特別だと思い込まないようにしていただきたいなと思います。まあ、それは、ご自身を守るためでもあるんですけれども、やっぱり、今ね、トップ選手のこういう感じですとか、体なんかが、まあ、ね、簡単に見れる時代なので、やっぱりどうしても比べてしまって、まあ、自分でもね、同じやり方したら、すごい体になれるんじゃないかというふうに、希望を持つ方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり、選手の方たちって、本当に遺伝的に恵まれた、めちゃくちゃすごい方たちなので、やっぱり私も含めて、大多数の人間って、まあ、普通の人なので、まあ、そういったね、普通の人でも、無理なくやりきれるような、そういったプランを考えていただくのをお勧めします。そして、三大要素の話に入る前に、まあ、原料と総量テストの話、少しさせていただきたい。で、まあ、先ほどの講義でも中尾先生がおっしゃってましたけれども、急激な増減量は、やっぱりリスクが非常に高いです。筋肉量を大きく落とす恐れもありますし、何よりもですね、皮膚感が非常に悪くなりやすいです。やっぱり皮膚が余ってしまったりとか、垂れてしまったりすると、もうなかなか短期間では戻ってくれないので、そうならないように、急激な増減量はなるべく避けていただきたいなと思います。まあ、これも個人差が大きいんですけれども、目安としては、まあ、20キロを超えるような増減量はやめていただいた方がいいんじゃないかな。もうちょっとこう、年齢が上で50代とかになってくると、まあ、10キロ、15キロはそれぐらいのラインの膨大になってくるかなと思うんですけれども、まあ、あまりこう、オフに増量しすぎないというのも、大事になってきます。で、まあ、減量ペースの目安としては、まあ、体重の 3% 以内に留めていただくのが、まあ、あまり体に負担をかけずに落とせるラインかなと思います。まあ、よくですね、こう、月に2キロとかと言われたりしますけどね、まあ、大体こう、体重70キロの方が月に 3% 落とすと、まあ、2キロぐらいになるので、まあ、妥当な、ラインかなと思います。減量の初期とかだったら、もっと、大幅に減量するのが全然いいと思うんですけども、ある程度仕上がってくると、減量のペースっていうのは、こう、なるべくゆっくり落としていくように、計画を立てていただいた方が、まあ、失敗は少なくなると思います。逆に増量はないんですけども、まあ、増量も、大幅に体重を増やしたからって言って、筋肉もそれにつられてですね、急についてくれるかっていうと、そういうわけではないので、一応、理想としては、体重の 0.5% から 1.5% ぐらいなんですけども、まあ、まず無理だと思っています。オフにこれだけ、節制してですね、増量幅を抑える非常にストレスがかかるっていう、まあ、オフにね、あまりストレスを感じたくないという方でしたら、まあ、増量ペースはそこまでシビアにならなくてもいいかなと思います。まあ、ストレスのない食生活を楽しんでいただいて、ただ、まあ、その急激な増減量だけ気をつけて、いただければいいんじゃないかなと思います。そしてですね、次、三大要素の方の解説を入っていきます。まあ、食事を組み立てるにあたって、すべての基本になってきます。やっぱり、TFC バランスっていうのが、まあ、
ほぼ全てを占めていると過言ではないと思います。ただ、この三大要素のバランスについては、個人差が非常に大きいです。性別によっても当然変わってきますし、年齢ですとか体重、あとはその生活スタイルによっても、理想の栄養バランスでかなり違ってくるので、まあ、あくまで目安としての数値しか今回はお出しすることはできないんですけども、しっかりご自身の体調とか、減量の進捗に応じて、調整しながら決めていただければなと思います。まず、タンパク質なんですけども、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、体重1キロにつき 1.5 グラムから3グラムが、まあ、妥当なラインかなと思います。オフシーズンの場合は、まあ、摂取カロリーも多くなって、脂質と炭水化物からしっかりエネルギーが取れるので、タンパク質の必要量というのは少なくなります。逆にですね、エネルギーが少なくなる減量中は、高新生が結構活発に起きるようになるので、その分を補うためにも、タンパク質の必要量というのは多くなってきます。ただ、タンパク質たくさん取ればいいかというと、そういうものでもなくて、やっぱりそのタンパク質の割合が多くなりすぎると、それはそれで体調を崩しやすくなったりするので、注意していただきたいと思います。まあ、これは私の個人的な感覚なので、根拠は、科学的根拠があるわけじゃないんですが、まあ、女性の場合はタンパク質の割合が大きすぎない方が体調を崩しにくい女性は多くあります。タンパク質は、ほどほどにしておいて、脂質とか炭水化物の割合を増やしていただいた方が、体調を崩しにくいのではないかなというような印象があるので、まあ、女性の方はその辺を考えながらですね、バランスを決めていただいたらいいんじゃないかなと思います。そして次、脂質ですね。まあ、減量中は特にこの脂質で、摂取カロリーのコントロールをしていただくのが基本になってくるかなと思います。まあ、ケトジェニックダイエットもあるんですけども、まあ、結構難易度が高いというのと、まあ、よくですね、やっぱりアジア人は、ケトジェニックダイエットに向いてない体質の方が、多いなんてね、言われ方もしたりするので、基本的にはこう、オーソドックスなローカットダイエットでしっかり仕上げられるようになっていただくっていうのが、まあ、一番、手取り早いかなと。思います。もちろん、ケトジェニックが体に合ってるとか、生活スタイルに合ってるという方であれば、当然ケトジェニックで絞っていただいてもいいんですけども、やっぱり、そこの事態に対応しにくかったりとかですね、初心者の方がやるには、かなり難易度が高いので、今回はローカットダイエットに取り組んでいただくという前提のもとで、脂質のお話しさせていただきます。まあ、大体この脂質の数値ですけども、大体体重1キロにつき 0.5 グラムから1グラムの間、まあ、これぐらいが基準になるかなと思います。ただ、この脂質なんですけども、減らすぎると体調悪化する恐れがあるので、そこだけ気をつけていただきたいです。まあ、男性ホルモンですとか、女性ホルモンの原材料になるのは脂質、油、なので、減量が進んでいくにつれて、まあ、体脂肪が少なくなってくる。そして、食事から入ってくる脂質も少なくなってくると、やっぱりホルモンバランスを崩すリスクが非常に長くなります。女性の場合は、まあ、周期的なものが乱れたり、止まってしまったり。男性の場合でも、男性の更年期障害みたいな、形でですね、ギリギリになったりとか、そういう方もいらっしゃったりするので、脂質を減らせばいいかというとそういうものでもないので、そこは、結構個人差が大きいところになるので、体調を崩さないレベルで、なるべくこう、切り詰めるという意識を持って決めていただければなと思います。男性に比べて女性は脂質を多めに取っていただいた方が、食事の満足感とか満腹感も高くて、体調も崩しにくい傾向にあるかなと思うので、まあ、タンパク質はほどほどにしていただいて、脂質を切りすぎないように考えていただいた方が、まあ、特に減量末期なんかは体調を崩しにくいかもしれないです。そして最後、炭水化物ですね。まあ、ここが一番個人差が大きく出るところかなと思います。トップ選手なんか見てると、ものすごいたくさんタンパク質、炭水化物を取りながらですね、最後まで絞り切れるという方もいたりするんですけども、まあ、普通の方が減量するという前提でちょっと考
えさせていただいたんですけども、まあ、体重1キロにつき1グラムから3グラムとか、あたりの範囲に収まる方が多いんじゃないかなと思います。まあ、お仕事で動く機会が多い方ですとか、あとは有酸素運動をこうよくやる方なんかは、もうちょっと多くても絞れる方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、あんまりこう、食べて絞れると思わない方がいいと思います。まあ、こちらも、体調を崩さない範囲でなるべく切り詰めるような意識を持っていただくのが、まあ、最初はいいんじゃないかなと思います。まあ、そして、食材を選ぶ際の、まあ、個人的な、おすすめなんですけれども、やっぱり減量中って甘みが欲しくなる、甘いものを口にしたくなるので、炭水化物源として甘みのある食材を取り入れていただくのが、おすすめですね。はい。私はよくかぼちゃとか、果物だったら、リンゴとか、イチゴとかよく食べてたんですけれども、まあ、こういうものから甘みを補給できると、まあ、その食事のストレスを緩和するのに非常に役立ちます。で、かぼちゃなんかは、食物繊維も非常に豊富なので、まあ、お腹の調子を整えるという意味でも、食事の傘を増して、満足感を増やすという意味でも、結構おすすめだったりします。そして次ですね、美容栄養素、ビタミン、ミネラルについてお話ししていきます。まあ、個々のビタミンについてお話をすると、ものすごい膨大な量になってしまうので、今回は、ね、割愛させていただきますけれども、まあ、ビタミン、ミネラルですね、まあ、必須栄養素なので、当然ですね、減量中、増量中、関わらず、しっかりと取っておいていただきたいんですけども、まあ、やっぱり一番不足しやすい栄養素になります。やっぱりビタミン、ミネラルと、野菜をしっかり取っていただくことになるんですけれども、食事だけで、このビタミン、ミネラル全てを取り切ろうと思うと、食事のストレスがめちゃくちゃ大きくなります。それだけ食材をたくさん買い込まないといけないので、まあ、なので、こう食事だけで、賄うっていうよりは、ここはサプリメントに頼っていただくのが、まあいいんじゃないかなと思います。ただし、脂溶性のビタミンですとか、まあミネラルの中には、長期間過剰摂取を続けると、体に悪影響を及ぼすものもあったりするので、過剰摂取だけは気をつけていただければと思います。まあ、その、1日2日ぐらいでしたら全然問題ないんですけれども、1ヶ月、2ヶ月とか、長期間、ずっとですね、過剰摂取が続いてしまうと、逆に体調を崩してしまったりする恐れもあるので、そこだけ気をつけていただければと思います。そして次ですね、水分についてお話をしていきます。まあ、水分ですね、まあ、人間が生きていくにあたって、一番大事なものです。で、減量中でもね、やっぱりしっかり摂取はしていただきたいものなんですけども、いろいろですね、こう、トップ選手とか、ひどい YouTuber の方とか見てると、減量中も5リットルも6リットルも水分を飲みまくってる方とかいらっしゃるので、やっぱそれくらい飲んだ方が、いいのかなってこう思ってる方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりその必要以上に取るメリットっていうところには、あまり期待しすぎないのがいいと思います。逆にですね、やっぱり、水飲みすぎても、夜中にですね、トイレ起きてしまって、睡眠の質が落ちてしまったりとか、あとはその、ね、仕事中にあんまりこう、頻繁に席を出すのも恥ずかしいとか、そういうのもあったりするので、必要以上にガブガブですね、水を飲む、メリットはそこまでないと思っておいてください。で、まあ、目安としてはですね、体重23キロにつき1リットル。まあ、これぐらいが、まあ、目安になるかなと思います。なので、体重50キロぐらいの女性の方でしたら、2リットルちょっとぐらい。で、まあ、体重75キロの男性でしたら、3リットルちょっとぐらいですけど、まあ、飲みたければもっと飲んでいただいて全然、いいと思います。私は自分の減量中なんかは、もう水でお腹を満たして、上をしのいだりするので、1日に、ね、7リットル、8リットルぐらい飲むんですけども、まあ、それが苦じゃない方であれば、全然飲んでいただいていると思うんですけども、飲みたくないのに、こう、メリットを期待して、無理やり飲む必要もないと思います。そして次ですね、食事回数、タイミングになります。まあ、これもやっぱり、いろんな、こう、選手とか、YouTuber の方とかの、生活スタイルを見てると、食事を小分けに、すごい小分けにしている方がほとんどなので、
ですね、やっぱりこう、一日小分けにしないといけないのかなって思ってらっしゃる方も結構多いと思うんですけれども、大事なのはですね、こう、何回食べるとか、いつ食べるっていうよりも、毎日決まったタイミングで食事が取れるようにしていただくっていうことですね。まあ、要するに、生活習慣を整えるっていうところなんですけれども、やっぱりこれも、食事回数を増やすメリットに期待をしてですね、頑張って1日6回食事取るぞと決めてですね、この日は6回食事できました。まあ、でも次の日は食事が2回しか取れませんでしたみたいな感じで、食事のリズムが毎日バラバラになるよりは、無理のない感じで、例えば朝昼は3食する。決めていただいて、もう3食で、毎日変わらないタイミングで食事を取れるようにしていただいた方が、まあ、食事が乱れにくいので、おすすめですね。はい。で、中にはね、朝忙しくて、朝食あまり食べたくないっていう方は、まあ、プロテイン済ませたいとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、朝食食べたくないんであれば、もう食べないというふうに決めていただいても全然問題ないと思います。朝食、食べなかったら太りやすいとかね、痩せにくいとか、そういうことは全くないので、しっかり、こう、毎日決まったタイミングで、なるべくね、ストレスのないタイミングで、毎日食事が取れるように、タイミング考えていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、目安としては、まあ、プロテインとかね、サプリメントの栄養補給を含めて、1日3から5食、ぐらいがおすすめです。やっぱり1日1食とか2食になると、1回の食事量が多すぎてですね、ドカ食いするような生活習慣が身についてしまうので、それそれであまり良くない。やっぱり切れ食いにつながったりするので、あまり良くないというのと、食事回数が多すぎると、それはそれでですね、非常にストレスになります。洗い物も増えますし、調理の回数も増えたりするので、あんまりですね、食事回数を増やすのも、おすすめはしていません。で、まあ、このタイミングについては、やっぱり、大会に出る方であれば、こうトレーニング前後の食事は、まあ、中でもね、結構気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、よくね、YouTuber の動画なんかで、ゴールデンタイムとか言って、トレーニングを30分以内にプロテイン飲まないとダメですとかね、そういうこと言う人いるんですけども、そこまでシビアに考える必要はないです。はい。大体まあトレーニング前の栄養補給、まあプロテイン含めてですね、まあトレーニング前の栄養補給からトレーニング後の栄養補給まで4時間以内に収まるように、メニュー組んでいただければ、しっかりとですね、メリットは得られると思うので、柔軟に考えていただければなと思います。まあ、例えば、お仕事終わった後、夜にトレーニングする方であれば、まあ、18時、お仕事終わった後にプロテイン飲んでいただいて、そこからジムに移動して、19時から21時の間は2時間トレーニングをします。そこからご自宅に帰っていただいて、22時に、夕食をとっていただく。これで4時間になるので、あんまりこう焦ってですね、こうトレーニング終わった後にもプロテイン飲まないといけないとか、そういうことは考えなくていいと思います。はい。まあ、ここも無理のないように食事プラン考えていただくというのが一番だと思います。はい。そして最後、サプリメントですね。最初の方にもお話ししましたけども、まあ、サプリメント、まあ、気休めみたいなものなので、食事から必要な栄養が取れていれば、特に取る必要もないです。ただし、先ほども申し上げましたけども、減量中は不足の事態がやっぱり起きるものなので、そういった時に備えて、栄養補給が簡単にできるようなサプリメントというのは常備していただいた方が、食事の負担も軽減できて、ストレスも軽くなるので、そういったものはしっかり準備していただいて、活用していただくのをお勧めします。まあ、具体的な、ね、活用法ですとか、お勧めのサプリメントについては、次の、コマの講義で、ね、詳しくお話をさせていただければなと思います。そしてそのサプリメントですね、まあ、パフォーマンス向上に関して、実はエビデンスがしっかりしているものっていうのは非常に限られています。なので、まあ、これもサプリメントメーカーのものが言うのも変な話なんですけれども、まあ、やっぱりサプリメント会社はやっぱり効果があるというふうに言うんですけれども、実際そこまで効果があるのは本当に限られているので、まあ、このサプリメントの体感
もう人それぞれですね、かなり個人差が激しいものなので、ちゃんと自分に聞いてるのかどうかっていうのは、まあ、むしろ批判的に見ながらですね、本当にこれ聞いてるのかなと思いながら、しっかり取る価値があるのかどうかっていうのは、常に考えながら取っていただいた方が、まあ、やっぱり無駄な出費も少なく抑えられるっていうおすすめです。はい。で、ここまでですね、まあ、基本的な食事、その組み立て方についてお話をさせていただきました。で、ここから先は、もうちょっとこう、コンテストの、に特化したような、食事、まあ、方向論について、ちょっとお話をさせていただければなと思います。最初、チートリピードについてです。まあ、チートとかね、リピードを入れる方はほとんどだと思います。やっぱり減量が停滞した時にチートで思いっきりですね、エネルギーを入れると、こう、代謝が上がってですね、減量が進むような気がするので、ですね、やる方は多いと思うんですけども、正直ですね、チートとかリピードで代謝が上がって減量が進む可能性は低いと思っていただいた方がいいと思います。まあ実際にチートとかリピードみたいな形で、摂取エネルギーを増やすことで、代謝も確かに上がるんですけれども、代謝の上がり幅以上に摂取カロリーが大きくなるので、結局ですね、摂取カロリーの方が大きくなってしまって、あまりですね、その代謝が上がるメリットっていうのを得られないんです。で、燃料食品を持てばすぐ代謝を元に戻ってしまうので、チートやリピードで代謝が上がって減量が進むっていうことはあまり期待しすぎない方がいいと思います。ただ、チートとかリピードを行うことで体重が落ちるとか減量が進むっていうケースがあるのも確かで、やっぱりこう大会後に爆食いしたら、むしろですね、次のコンディションが良くなったりする経験がある方も、まあ、いらっしゃるんですけども、これはですね、代謝が上がるというよりは、ストレスが緩和されて、ストレス解消によるですね、コルチゾールの影響の可能性が高いと思います。まあ、コルチゾール、ストレスをね、ストレスを受けた時に出るホルモンですけども、コルチゾールが高い状態になると、体が緩みます。で、体脂肪も、燃えにくくなったりするので、まあ、本年コルチゾールが、やっぱりチートとかリピードで気分転換をしてですね、ストレスが緩和されたことで、コルチゾールの影響が少なくなって、コンディションが良くなる可能性が高いので、まあ、そのストレスを解消することで、一時的にコンディションを上げるという目的で取り入れていただくのは全然構わないんですけども、あまりその代謝を上げるというところに期待をしすぎない方がいいと思います。で、そして、大会の2ヶ月前ぐらいから、こう休日にね、あえてリフィードを入れてあげる、炭水化物量を増やしてあげるというようなことをやっておくと、まあ、これはパワーポンプの練習になったりするので、まあ、これは私、自分のですね、講師から教えてもらったやり方なんですけども、やっぱり、大会の経験が少ない方なんかに特におすすめです。せっかく頑張って仕上げたのにですね、当日、パワーアップで大失敗してですね、台無しになっちゃって、なると、全部上げられないので、まあ、しっかり仕上がっているのが前提ではあるんですけども、リピードを、まあ、週末に、あえてやってですね、カーブアップの反応を見るっていうのも、おすすめですね。まあ、ただ、1週間通しての摂取カロリーが増えないようにだけ、しっかり気をつけていただきたいなと思います。そして次ですね、カーブアップについてです。まあ、カーブアップの、ね、大会前にやる方はほとんどだと思うんですけれども、前の講義でもお話があったかと思いますが、前提としてきちんと仕上がってないと逆効果になります。しっかりですね、皮一枚まで仕上がってないと、むくむだけで終わってしまうので、そこだけ気をつけていただければなと思います。で、個人的におすすめしているのは、なるべく大会2週間前までにしっかり仕上げていただいて、そこから少しずつ炭水化物量を増やしていくというやり方になります。やっぱり、減量の期で炭水化物を切り詰めていくと、インスリン管理性が結構落ちてきてしまうので、そこからですね、いきなりカーボをバーンって入れても、しっかりインスリン管理性がですね、追いつかなくて、結構むくみやすかったりするんですね。まあ、これも体質によるところは大きいので、個人差があるんですけども、まあ、なるべくですね、ちょっとずつ
時間をかけて炭水化物量を増やしていってですね、インスリン関係性を戻してあげた方が、カーブアップも成功しやすいので、まあ、なるべく早めに仕上げていただくというのがおすすめです。まあ、具体的なカーブアップのやり方としては、まあ、大会の1日前、2日前ぐらいに体重1キロにつき3から6グラムぐらいの糖質を目安に入れていただくというのが、まあ、オーソドックスなやり方なのかなと思います。まあ、炭水化物入れれば入れるだけですね、元気になりますし、なんか筋肉も張ってる感じがして、体が良くなる気がするんですけども、やっぱり入れすぎたら、むくんでしまって逆効果になるので、とにかくむくまないようにだけ注意していただいて、本日だけは、本当に2時間、3時間単位ぐらいで、細かくチェックしていただきながら、やっていただくのがおすすめです。で、まあ、これ、私がね、これもコーチに教えてもらったやり方なんですけども、大会2日前にカーブアップして、前日は減量食に戻して、まあ、むくみを取るっていうやり方も、おすすめだよっていうふうにですね、私、コーチに教えてもらって、まあ、私はもうこのやり方でずっと調整してるんですけども、まあ、やっぱり、むくらないようにするっていうのが、一番大事なことだと思います。はい。そして次ですね、水分調整、塩分調整についても、まあ、あんまりおすすめはしないです。やりたかったら、まあ、試しにやってみてもいいと思うんですけども、大体うまくいかないことの方が多いと思います。まず前提として、こちらもですね、皮一枚までしっかり仕上げないと、まあ、絶対逆効果になります。水も塩分も筋肉をしっかり張らせるのに一番大事なものになってくるので、切りすぎたら、やっぱり、コンディションを悪くします。で、特に、塩分なんかは、制限しすぎるとですね、筋力が著しく低下して、トレーニングの質が悪化したりとかですね、あとは、ステージ上で筋肉がつってしまって、もう工事に取れなくなってしまったりとか、そういうことになってしまったりするので、塩分については、こう、あまり切りすぎないようにしていただいた方がいいですね。まあ、なので、その、筋肉がつらないとか、しっかり、トレーニングの質を保てるぐらいの量に、量の塩分はしっかり取りながら、最終調整も進めていただいた方がいいと思います。そして、まあ、塩分調整についても、まあ、時間をかけてですね、様子見ながらやっていただくというのは失敗が少なくていいんじゃないかなと思います。はい。そして、これ最後ですね、人工甘味料について。まあ、これ甘味料も、SNS とかで、こう、人工甘味料でも太るとか、こう、水が反応して太るとか、ね、そういうこと言ってる人はいるんですけども、人工甘味料で、水が出て太るとかは、バセンターなんて気にしないでください。そんなに太ることは、ないので、そこは安心していただければなと思います。で、まあ、人工甘味料で、むくんでしまったりとか、コンディションを悪くしてしまう、可能性があるっていうね、声もあって、で、まあ、確かにですね、こういった甘味料とか、添加物に敏感に反応してしまって、体調が悪くなるとか、コンディションが悪くなる方って確かにいらっしゃいます。まあ、肌が荒れてしまったりとか、むくみが出てしまったりちょっとこう頭痛が出てしまったりとか、お腹を下してしまったりとか、そういう方も確かにいらっしゃるんですけれども、まあ少数ではあると思うので、まああんまりですね、こう人工甘味料についても、そこまで神経質になる必要はないと思います。もう普通に飲みたければ飲んでいいんじゃないかなと思います。ということで、ここまでですね、食事についてお話をさせていただきました。で、最後にですね、参考文献ということで、まあ、おすすめの書籍を紹介させていただきます。まあ、別にこの会社さんと私何の関係もないので、本当にですね、参考にしていただきたいということで紹介させていただくんですけども、アスリートボディさんというところが出版されている立体改造のピラミッド、これ、栄養編とトレーニング編と二つあるんですけれども、まあ、科学的に根拠に基づいた、まあ、研究ベースで、こう、しっかり、こう、エビデンスのしっかりしている情報が体系的にまとめられていて、まあ、非常にですね、大会初心者の方から経験者の方まで、ぜひですね、
一度読んでいただきたい書籍になっていますので、興味のある方は一度チェックしていただければなと思います。